学長いでこはもう満額かけているよ積立 NISA ももう満額かけているよこの後は一体どんな投資をすればいいの僕のおすすめ度で言うと、一つ目、インデックス投資。いでこや積立 NISA で買っているのと同じようなファンドをさらに買い増せばええだけやんっていうスタイルですね。基本的には一切売らないので、値上がり益に対する税金はかかりません。キャッシュフローはどうでもよくて、資産総額の最大化を狙っていく、そういうスタイルになります。積立額を増やすことが正義なので、運用成績よりも家計収支の改善を重視します。 2つ目、高配当株投資。老後資金の準備は、いでこと積み立て n i s に任せて、配当金を増やしていって、生活を楽にしたいっていうスタイルですね。ただ、投資額に対して5%の配当金が得られても、株価が5%下がっていたら何の意味もありませんよね。だから、株価は下がらず、配当金だけを永続的にもらい続けることができる。厳選された、高収益、高財務の有料企業で、こういう株を探します。配当金は、1秒たりとも働いていない不労所得なので、気持ち的に使いやすいし、来年も再来年もずっと入ってくるから、ますます使いやすい。 積 NISA や iDeCo の次の投資先としては成功した人の事例が多く見つかる歴史のある投資法を採用しよう。